たら膝を折り曲げて立てているのですが、お湯はその膝より上まであるので、つまり私の膝は今お湯の中ですので、私はこうしてお湯越しに自分の膝を見てるのですが、34年間生きてまいりましたが、そうとは思いの張りつやです。幸いまだ膝が痛いと思ったことはないけれど、やっぱりそれでもそれなりに34年間生きてきた疲労が膝に蓄積しているから、そんじょそこらの小娘なんかよりずっとずっといたわりながら自分の膝を撫でることができます。お湯の中で撫でます。お湯も一緒に手で撫でます。撫でた手をお湯から出して、手のひらを指紋を見てみます。ふやけております。ふやけてボコボコしております。そういえば子供の頃はこんな風にふやけてボコボコするのがたまらなくおかしくて、お父ちゃんに見せたりお母ちゃんに見せたりしたもんだわ。ピッじゃーん、汚れを落とす。お風呂でじゃーん、汚れを落とす。体のじゃーん、汚れを落とす。心のじゃーん、汚れを落とす。メイクをじゃーん、汚れを落とす。お風呂で体のじゃーん、汚れを落とす。お風呂で心のじゃーん、汚れを落とす。お風呂でメイクを落とすということ。1日頑張ったメイクを、私はなぜに汚れとみなすんだろうか。なぜに私は夜には汚れとみなされ、落とすことになるメイクを朝の出所前の時間でないさなか、わざわざ必死こいてしたのだろうか。不思議だわ、ふんむ、我ながら不思議だわ、アホンム、奇妙な世界、へんてこな世の中って、へんてこりんな自分で、まん丸ほっぺ2つ、丸いお花に丸い花菜が2つ、まん丸ちぶさ2つ、まん丸乳輪2つ、ちょこんと乗ってるまん丸ちぐりのちぐり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 まん丸毛穴むす、毛穴っていうか汗腺、汗の吹き出るところまん丸汗腺むす、目視できないけれど絶対まん丸、四角じゃ肩に汚れが溜まっちゃうもの。シャワーのホースだって水道だって尿道だって血管だって涙腺だって液体の通り道って絶対まん丸。電車とか交通手段の発達により私ってば運動不足だし、エアコンとか空調設備の充実より私の汗腺退化寸前。どうしたんだ私の汗腺、今こそ開くとき汗を汗腺を目いっぱいまん丸に押し広げろ。私の顔から吹き出せ汗、吹き出してる汗、私はホテリング。いつかならばホテール思い出したら体がホテール、私はホテリング。顔が汗に汗が顔に顔が丸まらせに、丸い顔が丸まらせに、最高の気分だ、最高のお風呂だ、お風呂は最高だわ。お風呂に比べたらお風呂以外なんて何もこうベロベロベロ最低だわ。お風呂が最高すぎてお風呂以外の趣味はないけど、お風呂に比べたらお風呂以外なんて何もこうベロベロベロ最低だわ。あ、テレビもラジオも最低、あ、ネットもメールも最低、あ、毎日の仕事も最低、てか毎日が最低、自分の住んでる街も最低、日本が最低、あ、世界も最低、私はホテリング。あ、おチェンジされて先日分かった彼氏も最低、何もかも最低だわ。でも私がガンテム、私が一番最低。はあ、もうゆでだこになっちゃえ。ブク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 。お風呂は気持ちいいことをあげて、誰しもベストバイ。
温めて温めきって、もうこれ以上温めるところがないってなってからが本当のお風呂の始まりでしゅわー。もうこれ以上温めるところがないってなってからしか温められないところをあーだーダメよー。お風呂は気持ちいいことあげていったら誰しもベスト5に入るナンバーワンの人も多い。駅前の商店街、こうして見ると人々の営みだ。車や電車よりもスピードアップでしょ。うわー、おー、いきなり大都会ネオンライトでしょ。げっ、あそこ私の勤めてる会社嫌だ。
立って精密なロレックスを細かい部品一つ一つまで全て分解して箱に入れて蓋をして復活するじゃない。そうして蓋を開けたらロレックスが元の形に組み上がってるプライド確立なんだよ。温めて。